アフガニスタンは中央アジアと南アジアの交差点に位置する山岳地帯の内陸国である。東と南にパキスタン、西にイラン、北にトルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、北東に中国と国境を接している。首都は人口最大の都市のカーブル。2021年までの正式国名はアフガニスタンイスラム共和国であったが、 この国号を使用した政府は、同年8月15日に、ターリバーンの構成によって事実上崩壊した。同年8月19日、ターリバーンのスポークスマン、ザビフラムジャヒドは、ツイッターで、アフガニスタンイスラム主張国が成立することを宣言した。アフガニスタンは、中東に位置する多民族国家である。面積は65万2000平方キロメートルで、北部と南西部に、 平野部がある山岳国となっている。かつては、ユーラシア大陸の東西交通路とインドを結ぶ、いわゆる文明の十字路にあたる用地であったが、科学や技術の進歩並び産業革命などヨーロッパの発展の影響を受けることが少なく近代化から取り残されていき、現在に至っている。大統領制のイスラム共和国で人口は約3900万人。 そのほとんどが、パシュトゥーン人、タジク人、ハザーラ人、ウズベク人などの民族である。アフガニスタンは、国連、イスラム協力機構、南アジア地域協力連合、77カ国グループ、経済協力機構、非同盟運動に加盟している。アフガニスタンの経済規模は、世界第96位で、購買力陛下による、国内総生産は729億ドルである。 一人当たりの GDP では、もっと悪い。現婚においては、テロリズム、貧困、子供の栄養失調、汚職が蔓延しているだけではなく、頻繁な政権のダッシュが行われる。人類は少なくとも5万年前には、現在のアフガニスタンに住んでいた。9000年前に定住生活が始まり、紀元前3000年期のインダス文明、オクサス文明、 ヘルマンド文明へと徐々に進化していった。インドアーリア人がバクトリアマルギアナ地方を経てガンダーラに移住し、ゾロアスター教の古代宗教書であるアベスターに描かれている文化と密接な関係がある鉄器時代のヤズ一世文化が起こった。アリアナと呼ばれていたこの地域は紀元前6世紀にアケメネス朝サ、ペルシャ人の手に落ち、 その東側のインダス側までの地域を征服した。アレキサンダー大王は、全4世紀にこの地域に侵入し、カブール渓谷での戦いの前に、バクトリアで、ロクサネと結婚したが、アスパシオ遺族やアサカン族の抵抗にあったという。グレコバクトリア王国は、ヘレニズム世界の東端となった。マウリアーサ、インド人による、征服の後、この地域では何 世紀にもわたって仏教とヒンドゥー教が栄えた。カピシとプルシャプラの双子の塔を支配したクシャーナ朝のカニシカ一世は大乗仏教が中国や中央アジアに広まる上で重要な役割を果たした。また、この地域からはキダール、エフタル、アルコン、ネザーク、ズンビール、トルキシャヒスなど様々な仏教王朝が生まれた。 サーサーンアサの支配下にあったヘラートとザランジには、7世紀、半ばに、イスラム教徒が、イスラム教をもたらし、9世紀から12世紀にかけて、サッファールアサ、サマニーアサ、ガズナアサ、ゴールアサの時代に、本格的なイスラム化が進んだ。その後、クアーラズミアンアサ、ハルジーアサ、ティムールアサ、ローディアサ、スール朝、 ムガル帝国、サファビー朝などに支配された地域もある。現代のアフガニスタンの政治史は、1709年に、アフガニスタン南部の独立を宣言したミルアイス、ホタックを始祖とする、ホータキー・朝に始まる。1747年、アフマド・シャー・ドゥルラーニーがカンダ・ファールに首都を置く、ドゥルラーニー帝国を建国した。1776年、 ドゥラーニー帝国の首都はカーブルに移され、ペシャーワールが冬の首都となったが、1823年、ペシャワールはシーク教徒に奪われた。19世紀後半、アフガニスタンはイギリス帝国とロシア帝国のグレートゲームの干渉国となった。1839年から1842年に、 かけての第一次アングロアフガン戦争では、英領インドから来たイギリス軍がアフガニスタンを制圧したが、その後、イギリス軍が大敗して撤退した。1878年から1881年に起こった第二次アングロアフガン戦争でもインド中流のイギリス軍がアフガニスタンに侵攻した後に駐留し、自立支配を認めるが、 外交権はイギリスに委ねる条件で撤退した。1919年の第三次アングロアフガン戦争の後、アフガニスタンは外国の影響から独立し、アマーヌ・ラー・ハーンの下で君主制となる。しかし、1973年にザー・ヒル・シャーが倒され、共和制が確立された。1978年、 二度目のクーデターにより、アフガニスタンは初めて社会主義国家となり、1980年代には、ムジャーヒディーンの反乱軍とのソレアフガン戦争が勃発した。1996年までに、国の大部分が、イスラム原理主義者のタリバーンに取り込まれ、全体主義的な政権によって支配された。2001年のアメリカの侵攻後、彼らは、権力から排除されたが、 今でも国のかなりの部分を支配している。政府とターリバーンとの間で続いている戦争は、アフガニスタンの人権や女性の権利に関する問題をさらに悪化させている。一般市民の殺害、誘拐、拷問など、双方による多くの虐待が行われている。また、アメリカの軍事、経済援助に大きく依存していることから、アメリカの従属国とも言われている。 2021年8月15日、ターリバーンはアフガニスタン大統領府を占領。アシュラフガニー大統領は国外へ亡命し、アフガニスタンイスラム共和国政府は事実上崩壊した。現在、同国民は国内において食料不足や自然災害による被災に見舞われており、その影響から民生は著しく低いレベルにある。 これらの困難に加えて1979年末からのソビエト連邦軍侵攻以降、現在に至るまで対人地雷が全国的に使用されている点や今日まで混乱状態の中に立たされている点など危険度の高さも指摘されている面を持つ。さらには避難民及び国内避難民が周辺国に流入しており、最大時には 約620万人の難民が周辺国に滞留している現状にある。自称国名は、ペルシア語、ダリー語で、アフガン人の国を意味する。アフガン人とは、パシュトゥン人の別名であるが、実際には、パシュトゥン人の割合は50%に満たず、数多くの民族が居住している。 正式名称は1973年の王政打倒以来生態が変化するごとに新政権によって改められてきたがターリバーン政権崩壊後のロヤジルガで定められた2004年憲法による正式名称はラリー語でという通称アフガニスタン漢字表記はアフアセカクヒロシまたはアフアセカクヒロシタリバーン政権以降現在の アフガニスタンの国旗は2021年8月15日にターリバーンによって制定されたものである。紀元前10万年、旧石器の文化があった。紀元前7000年、新石器の文化があった。紀元前3000年から紀元前2000年にかけて4大文明が起こり、都市文化が生まれつつあった。その背景には農耕文化の発展があった。アフガニスタンは 戦死時代から、イラン高原やメソポタミアの諸文化と早くから、つながりがあり、また、インダス文明とも交流があった。紀元前2000年から、紀元前1800年は、青銅器時代で、ムンリ学遺跡、デー・モラシ軍大遺跡が見つかっている。また、バクトリア地方から出土した、数体の石製女製造が見つかっている。紀元前12世紀、リグベーダによれば、 中央戦争が勃発し、バルフからパンジャブへ進行した。ペルシアとアレクサンドロス大王の支配期限前5世紀、ゴロ、アラコシアには、古代民族、パクティアンズが住んでいた。紀元前6世紀、アケメネス朝ペルシャ帝国に編入され、アレバ、アラコシア、バクトリア、サッターギディア、ガンダーラの地方名で呼ばれた。カンダハルの旧史、シャルイコナの発掘によって、 紀元前6世紀にはこの町がすでにアフガニスタン南方の首輸になっていたことが明らかになった。紀元前5世紀頃、アラコシアには古代民族、パクティアンズが住んでいたことがサンスクリットや古代ギリシャ語文献から知られている。紀元前4世紀、アレクサンドロス3世はこの地を征服し、アレクサンドリアオクシアナと呼ばれる都市を建設した。 南方のマウリア朝と北方のグレコバクトリア王国カンダハールで発見されたギリシャ語とアラム語で書かれたアショーカ王非文起源前3世紀中頃アフガニスタン北部からタジキスタン南部にかけてはギリシャ人の建てたグレコバクトリア王国が支配した紀元前130年頃インドグリーク朝のメナンドロス一世が死んで分裂するとサカ族が ガンダーラ地方でインドスキタイ王国を起こした。紀元前2世紀後半、郷土に追われた遊牧民の月子が侵入し、グレコバクトリア王国は滅びた。1世紀以降、先の大月市の建てたクシャーナ朝がこの地に栄える。この頃、ギリシア文化は影響力を失い、代わって南方のマウリア朝から流入したインド文化や仏教の影響が強く見られるようになる。 4世紀頃まで、バクト商人が、シルクロード交易を掌握する。3世紀末、クシャーナ朝に代わりサーサーアム朝アサの支配がこの地に及ぶ。5世紀前半、エフタルが起こりアフガニスタン・パキスタンの地を支配する。6世紀後半、アルタイ方面から南下してきた突決による支配を受ける。ゴールアッサの時代に建てられた、ヘラートの大モスク8世紀初頭。 イスラム帝国、アッパース朝のイスラム教徒軍が、ハザール・ソグディアナに侵攻し、その支配下へ入る。751年のタラスカ藩の戦いにより、イスラム商人が、シルクロード交易を掌握する。ゾロアスター教や仏教、ヒンズー教の影響は、イスラム教が伝わった後も10世紀頃まで残存した。9世紀中頃、再び土着イラン人によるターヒル朝。 サッファール朝、サーマーン朝が起こり統治する。995年、マームーン朝のイスラム教徒軍が侵攻、アムダリアガワウガンのこと、キャトに栄えていた、土着のゾロアスター教国家、アフリーグ朝は滅亡した。1017年、ガズナーサがマームーン朝を滅ぼした。10世紀以降、この頃から、パシュトゥーン人の存在が確認され始める。1117年、 シャンサブ家がゴール朝を起こし、シハーブディンムハンマドに仕えるクトゥブディンアイバクは、北インド征服事業を成功させ、奴隷王朝を開いた。1215年に、ホラズムシャー朝のアラーウディンムハンマドによって、ゴール朝は滅亡した。モンゴルのホラズムシャー朝征服の後、アフガニスタンは、モンゴル帝国及びチャガタイハン国、タジク人のクルト朝の支配を受ける。 1370年頃、トゥルク系のティムール朝による支配を受ける。1470年、ティムール朝が分裂し、ヘラート政権に移行。1507年、ウズベク族のシャイバーン朝のムハンマドシャイバーニー範囲の攻撃によって、ティムール朝は滅亡する。カンダハールを奪還するムガル帝国1510年、サファビーアサイランによって征服される。 1526年、第一次パーニーパットの戦い。カーブルを拠点とするティムール町の王子バーブルがインドに、ムガル町を建設。1540年、北インドのスール町が、カンダハール、カーブルを占拠。1545年、ムガル帝国が、カンダハール、カーブルを占拠。1556年、第二次パーニーパットの戦いで、スール町の平ーを破る。 1623年、サファビー朝がカンダハールを奪還。1638年、ムダル帝国がカンダハールを占拠。1649年、サファビー朝がカンダハールを奪還。ホータキー朝1709年、パシュトゥン人、ギルザーイ部族のミル、ワイスホータキーが反乱を起こし、カンダハールにホータキー朝を樹立。1719年、 ポータキー族のミール・マフムードがサファビー町のケルマーンに侵攻。1722年、ミール・マフムードがサファビー町の首都イスファハーンを占拠。マフムードがサファビー町を支配下に収める。1725年、シャーイがマフムードからアシュラフに変わる。1729年、アシュラフが アフシャール朝のナーディルシャーに敗れ、ペルシアがアフガン支配下から脱した。1736年、アフシャール朝が成立。サファビー朝が消滅。ドゥラーニーアサド動ザアサアフマドシャー時代のドゥラーニーアサの半途1747年10月、パシュトゥーン人ドゥラーニー部族連合のザ座ザイ族長、アフマドシャードゥラーニーによるドゥラーニーアサが成立。 1757年、マラーターのインド北西部侵攻で、パンジャーブが占領される。バーラクザイ朝1826年、ドゥルラーニー系部族の間で王家が交代し、バーラクザイ朝が成立。1834年に国名をアフガニスタン主張国とする。1838年から1842年、第一次アフガン戦争で、イギリスに勝利。 イギリス保護国旗左から、ジェンキンズ、キャバグナリ、ヤークーブ、ハーン、ドドシャー、ハビブラミストフィー第二次アフガン戦争のカンガハールの戦いで、アフガニスタン主張国はイギリスに敗れ、ガンダマク条約で、その保護国となり、イギリスとロシアはアフガニスタンを新たな干渉国家として、中央アジアで退治した。1885年、イギリスとロシア帝国との間で、 パンジェ紛争が起きる。イギリスは、朝鮮半島沖の巨分島で、巨分島事件を起こし、ロシアを牽制した。1893年、パキスタンとの国境線、デュアランドラインに、アフガニスタン主張国とイギリスが合意。1895年、チトラル遠征。アフガンの王家による、再独立1919 19年に、 第三次アフガン戦争に勝利したアマーヌ・ラー・ハーンは、イギリスからの独立を達成し、独立した君主として即位した。1926年、国名を、アフガニスタン王国とする。同年、オーレルスタインが、インダス川上流及びスワート川流域を調査、旅行した。アマーヌ・ラーは、トルコ共和国の新指導者、ケマルアタチュルクの世俗主義、民族主義、 共和主義を柱とする改革に影響され、同様の改革を推進したが、宗教改革に反対する、保守派の放棄が相次いだ。王妃ソラヤタルズイは近代化の一つとして、家庭内での女性の地位向上を図ったが、アフガニスタンの歴史上初めて登場した女性の統治者に対して、保守派の激しい反対があった。タジック人の指導者、ハビブラー・カラカーニーは、 イギリスから資金と武器の支援を受けて、カーブルを占領し、アマーヌラー政権を打倒した。1929年、バーラクザイ王家の分家筋にあたる、ムハンマドナーディルシャーが混乱を収めて、国王に就任。1931年に制定した、新憲法の第一条でスンナ派、ハナフィー学派を国境に定めた。この条文が、 国内少数派のシーア派に対する反ハザラ人政策の法的根拠となったことで恨みを買い、1933年11月8日に暗殺された。同日、息子のザーヒル・シャーが即位した。第二次世界大戦1939年9月に開戦した第二次世界大戦では、1941年10月にイギリスとソ連両国は、 ドイツとイタリアなど数軸国の外交官や民間人の国外退去を要求した。これに対しアフガニスタン政府は数軸国のみならず交戦中のすべての国の外交官以外の民間人に国外退去を命じた。このようにザーヒル・シャー国王の統治下で英領インドとソ連中華民国に挟まれた中央アジアにおける干渉国家として日本やドイツ、 イタリアや満州国などからなる数軸国、イギリスやアメリカ、ソ連と中華民国などからなる連合国のどちらにもつかない中立国として1945年9月の終戦まで機能していた。パシュトゥーニスタン独立運動ザーヒルシャー1947年にイギリスのインド統治が終了するとバルチスタン地方は もともとインドの一部ではないため、インドやパキスタンには参加せず、イギリスやパキスタンもカラーと半王国の独立を認めた上で、パキスタンとは特別の関係を結ぶことを模索し、1952年にバルチスタン半王国連合として独立させた。しかし、その後のパキスタンからの軍事的圧迫に抗うすことができず半王は併合条約に調印し、パキスタンに 軍事併合された。その後も、しばらく内政自治は続いていたが権限は大幅に縮小され、1955年には、反王国自体が、名目上も消滅させられ、バローチェスターに衆突された。パキスタンが、バルチスタンのみならず、アフガニスタンも併合しようとしたため、国王ザーヒルシャーは逆に、パキスタン領内のパシュトゥンビトを支援して、 パシュトゥーニスタン独立運動を起こし牽制した。ザーヒル・シャーは、1960年代には、立憲君主制を導入して民主化路線を推進し、日本やイギリス、ソ連などからの資本の導入や輸入品の導入を推進した。王政廃止と社会主義政権の樹立首とカーブルに展開するソ連の空挺兵。 チャールズ・ウィルソン・トム・ジャー・ヒディン1973年、ザー・ヒル・シャーが、イタリアでの病気療養のため、国を離れていた隙を狙い、キューバーラクザイ王族のムハンマド・ダーウードがクーデターを、起こし王政を廃し、共和制を宣言して大統領に就任、アフガニスタン共和国を建国した。ダーウードは、アフガン社会の近代化と、軍事近代化を目指し、ソ連に接近して、 イスラム主義者たちを弾圧する。この時パキスタンに脱出したヘクマティアールはヒズベイスラーミーを結成し、イスラム主義のラッバーニーダはジャマーテイスラーミーを結成した。1978年4月、アフガニスタン人民民主党主導による軍事クーデター、4月革命が発生し、ダーウード及び一族が処刑される。人民民主党による 社会主義政権が樹立し、国名をアフガニスタン民主共和国に変更、ヌール・ムハンマド・タラキーが、初代革命評議会議長兼大統領兼首相に、就任し世俗化を推し進めた。これに対し、全土でイスラム主義のムジャーヒディーンが放棄、アフガニスタン紛争が始まる。アメリカ合衆国は反響を名目とした、サイクロン作戦により、 ムジャーヒディーンを資金援助して後押しした。政情が不安定化する中、1979年2月に、隣国でイラン革命が勃発。同年9月17日には、ヌールムハンマド・タラキーが副首相のハフィーズラー・アミーニッパに殺害され、アミーンが革命評議会議長兼大統領兼首相に就任。政変は、タラキ側が、 アミーン某殺に動いたが失敗し、逆に巻き返された結果とも報道された。ソ連軍によるアフガニスタン侵攻1979年12月24日、ソ連はアフガニスタンへ軍事侵攻を開始した。ブレジネフソビエト連邦共産党初期長が、領内の中央アジア諸国に、 イスラム原理主義が飛び火することを恐れての侵略であるとされているが、アメリカカーター政権のズビグネフ・ブレジンスキー国家安全保障問題担当大統領補佐官がソ連の介入を誘い込んだと言われている。12月27日、ソ連はムジャーヒディーンを抑えられないアミーンを KGB を使って暗殺、バブラク・カールマル副議長を革命評議会議長兼大統領兼首相に 擁立する。ソ連軍及び政府軍とこれに抵抗するムジャーヒディーンとの戦闘が激化する。1982年、国連総会において外国軍の撤退を要求する国連決議が採択される。1987年、ムハンマド・ナジーブラーが大統領に就任。国名をアフガニスタン共和国に戻す。 1988年、アフガニスタンに関係する事態の調停のための、相互関係に関する協定が締結。ソ連軍の撤退と、国際連合アフガニスタン・パキスタン、仲介ミッション設置が決定される。1989年、ソ連軍撤退完了。各国から参加したムジャーヒディーンの多くも引き上げた。しかし、戦後も、 国内のムジャーヒーン核派は人民民主党政府打倒を目指して武装闘争を続けた。カーブルでインタビューを受けるビン・ラーディン1996年時点のアフガニスタン赤と緑の北部同盟黄色がタリバーンの支配地域1989年ソ連軍が撤退した後国内の支配をめぐってアフガニスタン紛争が始まる。2月に アフガニスタン国内のムジャーヒディーン各派は、シブガトゥラー・ムジャッディディを暫定国家元首に指名、ジャラーラーバードの戦いでナジーブラーが率いる、人民民主党政府と戦うも敗北する。1992年、ナジーブラー政権崩壊。ムジャーヒディーンのジャマーテイスラーミー主導による、アフガニスタンイスラム国が成立。1993年、 イスラム教会のブルハーヌ・ディン・ラッバーニー、指導評議会議長が大統領に就任。1994年、内戦が全土に広がる。ターリバーン、パキスタンの北西辺境集から勢力を拡大。1996年、ターリバーンがガーブルを占領し、アフガニスタンイスラム主張国の成立を宣言する。 アフガニスタンイスラム国政府とムジャーヒディーンの一部が、ハンターリバーンで一致、北部同盟となる。同年、米国の指示により、スーダン政府は、ウサーマ・ビン・ラーディンの国外追放を実行。ビン・ラーディンの率いるアルカアイダが、アフガニスタン国内に入り、ターリバーンと接近する。1997年、第一次マザーリ・シャリーフの戦いで、ターリバーンが敗北。 1998年、第二次マザーリ・シャリーフの戦いで、ターリバーンが勝利、ドスタム派を駆逐して、アフガン全土の9割を掌握するが、イラン領事下員殺害事件が発生。イランとターリバーンの双方が、国境付近に兵を集結させ、一触即発の危機を招いたが、ラフダル、ブラヒミ国連特使の仲介により、危機が回避された。また、 ケニアとタンザニアのアメリカ大使館爆破事件に伴うアルカイダ引き渡し要求をターリバーンが拒否したためアメリカとの関係が緊張化する。1999年ターリバーン支配地域に対する経済制裁を定めた国際連合安全保障理事会決議1267が採択される。2000年ターリバーン支配地域に対する追加経済制裁を定めた。 国際連合安全保障理事会決議1333が採択される。2001年3月2日、ターリバーンがバーミアンの石仏を爆破する。9月10日、北部同盟のアフマドシャーマスード司令官が自称アルジェリア人、ジャーナリスト2名による自爆テロで死亡した。9月16日、マスードの遺体が故郷パンジシールで埋葬された。 ターリバーン情報省が全土要塞化を宣言し徹底抗戦姿勢を示す。9月25日、サウジアラビア、ターリバーンとの断交を決定。9月26日、閉鎖されたままのアメリカ大使館がカーブル市民によって襲撃される。多国籍軍による攻撃と暫定政権の自立アメリカ同時多発テロ事件アフガニスタンに向けて、 発射されるミサイル2001年10月2日、アメリカ同時多発テロ事件を受けて、NATO がアルカアイダをかくまうターリバーン政権に対して、自衛権の発動を宣言。10月7日、アメリカ軍が、普及の自由作戦の名の下で空爆を開始、イギリスも参加。北部同盟も地上における攻撃を開始。これより、アフガニスタン紛争が開始される。 11月13日、北部同盟は無欠入場でカーブルを奪還した。年末にターリバーン政権崩壊。11月22日、パキスタン政府、ターリバーンとの断交を決定し、中イスラマバードアフガニスタン大使館を閉鎖した。11月27日、空爆が続く中、国連は新政権樹立に向けた会議を、ドイツのボン郊外で開催した。 会議には、北部同盟、国王支持派のローマグループ、キプロスグループ、そしてペシャーワルからのグループが参加した。11月29日、行政府に相当する暫定行政機構の設立案について合意した。12月5日、暫定行政機構人事で、各派間の確出があったが、国連の調整で、議長に、パシュトゥーン人のハーミド・カルザイを据え、 暫定政権協定の調印が実現した。アフガニスタン主要4勢力、暫定政権発足とその後の和平プロセスで合意。国際連合安全保障理事会決議1386に基づき国際治安支援部隊創設、カーブルの治安維持にあたる。また国際連合安全保障理事会決議1401により、国連アフガニスタン支援ミッションがスタート。 アフガニスタン暫定行政機構が成立し、ハーミド・カルザイが議長となる。新京和国成立移動する有志連合の舞台2001年12月22日、カーブルで暫定政権発足の記念式典が挙行された。約3000人が出席し、ラバニ大統領からカルザイ暫定行政機構議長に政権外上される形で取り行われ、カルザイが 暫定政権の首相となった。カルザイは国民に平和と法をもたらすことを誓い、言論と心境の自由、女性の権利の尊重、教育の復興、テロとの戦いなど13項目の施政方針を発表した。暫定政権の閣僚は29名で構成され、うち北部同盟が19ポスト、元国王支持派が8ポスト、ペシャワル派が2ポスト占めた。 2002年1月21日、東京でアフガニスタン復興支援会議が開催された。約60各国と20人の国際機関の代表が出席した。これに先立ち NGO59 団体による会議も開かれた。日本は2年で5億ドル、アメリカは1年で2億9600万ドル、サウジアラビアは3年で2億2000万ドル、欧州連合は1年で5億ドル。 ドイツは5年で3億5000万ドル、イギリスは5年で3億7200万ドルの拠出を決定し、世界銀行とアジア開発銀行は、それぞれ2年半で5億ドルの拠出を決定した。また、周辺各国は、イランが1年で1億2000ドル、パキスタンは5年で1億ドル、インドも1年で1億ドルの支援を発表した。各国の支援総額は30億ドルを超えた。 さらに支援は、行政能力の向上や教育、保健衛生、インフラ、経済システム、農業及び地方開発、地雷撤去などの作業を実施し、定期的に復興運営会議をカーブルで開催することなどを決定した。2月14日、アブドゥル・ラフマン航空観光大臣が、カーブル国際空港で、自国民に撲殺される。 6月10日から6月19日、緊急ロヤジルガが開催され、1500人以上の代表が参加した。6月13日、国家元首を決める選挙が緊急ロヤジルガで行われ、ハーミド・カルザイが圧倒的多数の票を獲得し当選した。6月15日、今後2年間の国名をアフガニスタン・イスラム暫定政府に決定する。6月19日、 新山帝政府主要14閣僚と最高裁判所長官の名簿公表。副大統領にファヒーム国防省、アブドゥラー外相アシュラフ・アリー財務省らが兼任ザーヒル・シャーの閉会宣言でロヤジルが閉会する。7月1日、米軍が南部ウルズガン州で誤爆。市民48人、死亡、117人が負傷する。 カルザイ大統領の就任式右翼に着席しているのはザアヒルシャー元国王2004年1月新憲法が発布された10月9日第1回の大統領選挙が行われ12月7日にハミード・カルザイが大統領に就任した同年3月パキスタンでワジリスタン紛争が勃発した2005年9月 会議員選挙や衆議会選挙が行われ国家統治機構の整備が完了した。12月国会が開会した。2006年南部、南東部、東部を中心にターリバーンの攻撃が増加した。7月国際治安支援部隊が国内全土に展開した。2007年全面に引き続きターリバーンの攻撃が増加した。2008年 治安が著しく悪化し、南部や東部だけでなく首都カブールの近隣でも、ターリバーンの攻撃が行われた。8月には、アフガニスタン日本人拉致事件が起きた。2009年8月、第2回の大統領選挙が実施された。カルザイが過半数の票を得るが、国連の調査で不正が発見される。2位のアブドラゼン外相が、 決戦投票をボイコットしたため、11月に行われた決戦投票でカルザイの再選が決定した。一方、ターリバーンは比較的安定していた地域の不安定化を招き、市民の犠牲を顧みない、より洗練され、かつ複合的な攻撃を増加させており、即席爆発装置による攻撃が急増した。 同年、アメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領は3回の増派を行った。アメリカ合衆国の中流軍の総数は6万8000人に達し、その中から国際治安支援部隊に1万人以上が追加派遣された。第2回大統領選挙後2010年1月、カルザイ政権の外務、内務、国防、財務の4主要閣僚が確定した。同年、 国際治安支援部隊は4万5000人以上が増員され、49カ国、約13万人に達した。国際治安支援部隊は積極的に作戦行動を行ったので、戦争はさらに激しくなり、国際治安支援部隊や民間人の死傷者が急増した。6月、アメリカ合衆国の中流軍司令官のスタンリー。 マクリスタルが政権批判により解任された。7月、国際治安支援部隊からアフガニスタン政府への治安権限の異常が始まった。9月18日、第2回の会議会選挙が実施された。同年、カルザイ大統領がターリバーンとの和平を目指す、高等和平評議会を発足させた。2010年の経済成長率は22.5%に達した。 2011年5月2日、アメリカ軍がパキスタンでビンラーディンを殺害した。同年、アメリカ合衆国の中流軍は約10万人に達したが、年内に1万人、2012年夏までに3万3000人の兵員を削減すると発表した。2012年7月、日本国政府は、 アフガニスタンに関する東京会合を開催し、アフガニスタン政府が統治を改善し、開発戦略を自発的に実施する代わりに、国際社会がアフガニスタンに対して2015年まで160億ドルを超える支援を行うことを約束した。12月、依然として約10万人の国際治安支援部隊がアフガニスタンに展開していた。一方、 同年のアフガニスタンの腐敗認識指数は167、過酷中の最下位だった。2013年6月、国際治安支援部隊から、アフガニスタン政府への治安権限の異常の対象が、全国に拡大した。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、9月29日に、アシュラフガニーが、アフガニスタン第2代大,大統領に就任した。 これは、アフガニスタン史上初のミニ主的な政権交代だった。大統領選挙の決選投票で敗れた、アブドラ・アブドラ元外相も、首相格の行政長官に就任し、ガニー大統領と政治権力を分け合う国家統一政府が発足した。12月、国際治安支援部隊が終了した。多国籍軍はアフガニスタン安全保障協定や NATO、 アフガニスタン地位協定により、アフガニスタンに残留するが確固たる支援任務に移行し、治安はアフガニスタン治安部隊が独力で維持することになった。第3回大統領選挙後2015年1月、イスラム国がホラ3州の設置を宣言し、アフガニスタンで活動を始めた。7月、ターリバーンとアフガニスタン政府の和解協議が開催されたが、ターリバーンの指導者、 ムハンマド・オーマルの死亡が公表され中断した。国家統一政府は、大統領選挙から1年が経過しても全閣僚を任命できず、国防省の就任を議会に否決され、国内の治安に責任を持てないでいた。2015年9月28日、ターリバーンはアフガニスタン第5の都市クンドゥーズを一時的に占領した。衝撃を受けたアメリカ合衆国の バラク・オバマ大統領は、アメリカ軍の完全撤退を断念した。また、選挙制度改革の遅れにより予定されていた、会員議員選挙は実施できず、GDP 成長率も1.3%に鈍化した。2016年1月11日、パキスタン・アフガニスタン、中国、アメリカがターリバーンとの和平を目指す4カ国、調整グループを設立したが、ターリバーンは、 和平交渉を拒否した。国家統一政府では、ガニー大統領とアブドラ行政長官との関係が悪化し、閣僚7人が弾劾された。9月、ヘクマティアル派との和解合意が成立した。2017年5月、カーブルのドイツ大使館の近くで大規模テロが発生し、300人以上が死傷した。8月、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領は、 対アフガニスタン、南アジア戦略を発表し、状況の悪化を防ぐために増派を決定した。10月、アフガニスタン政府の支配地域は407軍中231軍に過ぎないことが判明した。政府とターリバーンは122軍の支配を争っており、ターリバーンが54軍を支配していることが分かった。 ターリバーンの支配地域は2015年11月から2017年8月の間に倍増しており、紛争地域も1.4倍増加した。ウルズガーン州やクンドゥーズ州、ヘルマンド州の大半はターリバーンに支配されていた。11月、北、大西洋条約機構は、確固たる支援任務に対して3000人の増派を決定した。2018年6月、 ターリバーンとの間で史上初めての3日間の一時停戦が実現した。8月、ターリバーンの猛攻によりガズニー州の州都が陥落寸前になった。10月、第3回の会議員選挙が実施された。2019年1月の時点でターリバーンが アフガニスタンの軍の12%を掌握、勢力圏内に入れている。ターリバーンの勢力が拡大しつつあるという意見もある。8月、アメリカ合衆国とターリバーンとの間で8回目の和平協議が行われた。9月、第4回の大統領選挙が実施された。12月4日、 ナンガルハル州ジャララバードで同地を拠点に、灌漑事業を展開していたペシャワール会代表の中村晃が殺害された。2020年2月28日、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領は、タリバンと中流米軍を撤退させることで合意した。2020年5月17日、昨年の大統領選挙で辞典だったアブドラ・アブドラとアッシュラ・フが2位大統領で、 政治権力を分け合うことで合意文書に署名した。二千二十一年四月、アメリカ合衆国のジョー・バイデン大統領は、二千二十一年九月十一日までに、中流米軍を完全撤退させると発表した。ターリバーンと会談した中国外相の王毅二千二十一年七月には、ターリバーンの代表団が訪中し、中国外相の王毅と会談し、アブデルガニ・バラダルは、 中国は、アフガン人民が信頼できる友人だと述べた。ターリバーンの全土掌握国色が、ターリバーンの勢力図アメリカ合衆国が、アフガニスタンからの撤退を進める中、ターリバーンは、主要都市を次々に制圧。2021年8月15日には、首都カーブルに迫り、全土を支配下に置いたと宣伝した。 政権側もアブドゥル・サタール・ミルザクワル内務省代行が平和裏に権力の移行を進めると表明した。同日、アシュラフ・ガニー大統領がタジキスタンに向けて出国したと報じられた。ただし、タジキスタンはガニ氏を乗せた飛行機はタジキスタン領空に入っておらず、領土内に着陸もしていない都市、ガニーの入国を否定している。 アシュラフ・ガニー政権の崩壊2021年8月15日、ターリバーンはアフガニスタン大統領府を掌握した。これにより約20年間続いたアフガニスタンの民主政権は事実上崩壊した。ターリバーンはアフガニスタン政府に平和的降伏を求め政権以上に向けた交渉を始めており、ビデオ声明を通じて勝利宣言した。赤色が パンジシール州。黒色は、ターリーバーンの勢力圏一方で、2021年8月17日、第一副大統領のアムルラー・サーレ派が、憲法上の規定により、暫定大統領に就任すると発表した。サーレ派は、ターリーバーンの勢力が及ばない、パンジシール州に滞在しているとされ、 同州のパンジシール渓谷を拠点としていた、アフマド・シャー・マスード将軍の息子、アフマド・マスードと共に、パンジシール渓谷での抵抗運動を呼びかけていると、報じられているが、2021年9月7日、ターリバーンは、反勢力の最後の拠点を制圧したと宣言した。なお、ハンターリバーン組織は、まだ戦いは続いているとの声明を発表している。また、 2021年9月21日に始まった国際連合の総会にはガニ政権が任命したグラムイサク在国連大使が代表として職務を続けた8月31日アメリカ軍はアフガニスタンから完全に撤退した9月7日ターリバーンは暫定政権の主要閣僚を発表政権トップにはムハンマドハサン・アフンド副首相には アブドゥルガニバラダル、内省にはスイーラジュディーンハッカーに、国防省にはヤクーブが就任。合わせて、完全超悪省の復活というターリバーン色の強い政治姿勢も明らかにした。閣僚の多くはパシュトゥン人であり、女性の起用はなかった。翌9月8日には大臣らが各省庁で就任演説を行う予定であったが、情報。 文化省の例では、職員約850人のうち20人ほどしか出勤せず、ターリーバーンが政府として機能するには、なお時間を要することが示唆された。また、アフガニスタン中央銀行の保有資産の多くは、欧米の銀行で資産凍結されており、8月時点の現金残高は、ほぼゼロの状態からの再スタートとなった。タリバンは、 2021年9月7日、暫定政権のハッサン・アフンド首相代公らをはじめと、する閣僚31人の名簿を発表した2021年11月現在、アフガニスタン・イスラム首長国を国家として承認している国は存在せず、国際的に国家の承認を受けた、アフガニスタン・イスラム共和国は事実上崩壊している。 アフガニスタン国軍にヒンドゥークシュ山脈にある最高峰のシャックアフガニスタンの地図アフガニスタンにおける欠片の気候分布図アフガニスタン国土の高度分布図灰色に映っている部分は高度3000メートルを超えており白が強くなるほど高度が上がるこの部分がほぼヒンドゥークシュ山脈に相当する元々の国土はパキスタン北部まで広がっていたが ヒラノブはイギリスにより引きちぎられ、現在は山岳地帯が大部分を占めている。北部や南西部にはわずかにヒラノブがある。最も標高の高い地点は海抜7485メートルのノシャック山である。国土の大半は乾燥しており、真水の入手できる場所は限られているが、水系はアムダリア水系、ハリルー水系、 ヘルマンド・アルガンダ水系の4つに対別できる。ヒンドゥーク種の中心山系から国土を潤す3つの川が流れていて、1つは東流してインダス川に合流するカーブル川、もう1つは南流してハムーン昇拓地に消えるヘルマンド・アルガンダブ川、さらにもう1つは清流してカラクム砂漠に消えるハリルード川である。気候は大陸性で、 乾燥気候かつ夏から冬雨となっている。内陸国であることと標高が高いために、井戸の割に一部低地地域を除く全土にわたって、寒さが非常に厳しく南西部と北部のトルクメニスタン国境部が砂漠気候、中部はステップ気候と亜寒帯気候、一部が地中海性気候となっており、北東部には鉱山ツンドラ気候も広がり、 和安海楼では1月の平均気温は氷点下15度以下に達する。年間降水量は少なく、冬季に集中するために雪が多くなる地域も多い。東部のヌリスターに州のみモンスーンの影響を受けて、夏季にも降水量が多くなる。山岳部では降雪も多くなり積雪は数メートルに達することも珍しくなくしばしばだれが発生する。 夏は暑く過去最高気温は2009年8月に、ファラーで観測された49.9度。一方、冬は寒くシャラックで1964年1月に、氷点下52.2度の記録がある、と氷点下40度以下の冷え込みとなることもある。また地震が頻繁に発生している。年平均降水量は、国の南西部で75ミリ。 マザーリシャリーフで213ミリ、東部のカズニーで213ミリ、サラング峠の上方で1150ミリである。主要都市は、首都カーブルのほか、西部のヘラート、東部のジャラーラーバード、北部のマザーリシャリーフ、クンドゥーズ、南部のカンダハールなどである。アフガニスタンは、歴史上、森林のほぼ半分を失っており、紛争や干ばつにより、 野生動物の生息地が失われているため、国土全域の野生生物の多くが危険にさらされている状況下にある。生態系多種多様な生物の生息が確認されているが、国際自然保護連合の報告によれば、同国内に存在する大型哺乳類の多くは絶滅危機に瀕しているとされている。アフガニスタンは34の州で構成されている。 バダフシャン州、バードギース州、バグラーン州、バルフ州、バミアーン州、ダイクンディー州、ファラー州、ファーリアーブ州、ガズニー州、ゴール州、ヘルマンド州、ヘラート州、ジョーズジャーン州、カーブル州、カンダハール州、カーピーサー州、ホースト州、クナル州、クンドゥーズ州、ラグマーン州、ローガル州、ナンガルハール州、ニームルズ州、ヌーリスターン州、ウルズガーン州、パクティア州、 パクティカー州パンジシール州、パルバーン州、サマンガーン州サーレポル州、タハール州、バルダク州ザーブル州名産であるザクロを加工する、労働者色と面積で示した、アフガニスタンの輸出品目後発開発途上国の一つで、農業と牧畜への依存度が高い。農業と牧畜は同国において、伝統的産業であり、2004年の推計では、 就業人口の65.6%が農業に従事している。その上で天然資源に乏しい点から世界で最も貧しい国の一つに数え上げられている。王政崩壊以降の断続的な紛争による社会、政治的な混乱、インフラの破壊、慢性的な干ばつにより経済は壊滅状態となっている。また同じ理由から大半の国民に 十分な食料、医療、住居、医療が提供できない状態が続いている。2004年10月のユニセフの報告によると、幼児の死亡原因の多くは非衛生的な水の飲料使用による慢性的な下痢であるとされ、死亡率は25.7%と高く、国内の医療、衛生状態は極めて悪い。国家予算の約7割を国際支援に依存している。 国民の3分の2は1日2ドル以下で生活しており、IMF の統計によると、2013年時点のアフガニスタンの GDP は207億ドルである。一人当たりの GDP では679ドルとなるが、この数値は世界平均の10%未満であり、アジアの中で最も低い。失業率も高く、ネパール。 レソトなどと同じように40%を超える。2002年1月に東京で開催された復興支援国会議で支援計画が提出され、世界銀行の監督課に45億ドルの資金が集められた。復興の主要対象は、教育、医療、下水施設、行政機関、農業、道路、エネルギー、通信と多岐にわたっている。 2015年12月17日、ケニアナイロビで開催された第10回世界貿易機関閣僚会議で、アフガニスタン第一副首相、モハマド・カーンが議定書に署名し、アフガニスタンの加盟が正式に承認された。2012年10月22日、中国石油天然技集団が、アムダリア川流域の航空で、本格的な原油生産を、初めて開始した。 同国での天然ガス生産はないが、トルクメニスタン南部の巨大ガス田から同国とパキスタンを経由してインド西部へ通じるタピガスパイプラインが2015年に建設着手された。同国に通貨量が落ちるほか、一定量のガス輸入が見込まれる。サリサング鉱山から採れるラピスラズリは世界で最も良質なことで知られる古くからアフガニスタンには、 世界最大規模の各種金属、希少金属、貴金属、宝石を含有する豊富な鉱脈が数多く存在することが知られており、インフラの整備や、権益の開発が進めば主源企業に莫大な富をもたらすと考えられている。もっとも、歴史のあるのは紀元前から採掘が続いた青色の宝石ラピスラズリである。首都カーブルの東南東190キロ。 ヒンドゥーク州産が未約山中のサリサング鉱山が主力。産出量は数トン程度。その他、北東部の国茶川の渓谷に位置するサリサング近郊の交渉、アフガニスタンとパキスタンの国境沿い、クエッタの西の茶街山からも産出する。有機鉱物資源では、北部の天然ガスが主力で、石炭も採掘されている。 金属鉱物資源ではクロムがある。この他岩塩も採取されている。アイナック銅鉱山は1970年代初めに発見され、1978年に旧ソ連が中央鉱区と西部鉱区の地質探査を得ている。総資源量は鉱石量7億500万トン、平均同品位1.56%。 同眼有金属量1100万トンの超大型の同鉱床である。その他には、カーブルの南のローガル渓谷、ヘラートのやや南西のいくつかの地点、カンダハルの北のアルガンダー川沿い、パンジシール渓谷のアンダラーブ近郊に同鉱床が存在している。金は、カンダハールの北東のムクル近郊、バタフシャーンのいくつかの川で発見されている。 鉄鉱石の大規模な交渉はカーブルの西のハージガク峠の近くで見られる。上述の通り農業は伝統的に主要産業として扱われている。乾燥地帯に属しているために人工灌溉を必要とし農地面積は灌溉用水量によって規制されている。灌外方法としては大部分が河川の水を引くものとなっているが、 西アジアに広く見られるカナートまたはカーレーズと呼ばれる人工地下水路によって地下水を地表に導く方法も存在する土地保有の特色としては自作能が多く大土地所有は発達していない主な生産物は小麦と穀類とザクロだが北部と西部の州はピスタチオ栽培東部の州は松の実中部の州は アーモンドとクルミが主体となっている。他には、ジャガイモ、レモン、オレンジ、オリーブ、ピーナッツ、バナナが栽培されている。輸出品は、果物とナッツ類が多い。アフガニスタンの景色はハーン回廊の景色アフガニスタンは、黄金の三日月地帯に属し、はじめ古代より、メソポタミア文明以来、干ばつ地域では、医薬品の抗がん剤やモルヒネ、植物性、 アルカロイド、麻薬のアヘンやヘロインなどの原料となる消しの栽培が伝統的に盛んで、ヘロインの全世界流通量の90%以上をアフガンさんが占めるなど世界一の麻薬密造国である。また、国内の麻薬依存者の数も深刻であり、2005年から2010年にかけての依存者数は最大150万人にも達したとされる。政府は、 麻薬対策省を設け撲滅に当たっているものの、予算や人員の不足、麻薬に代わる産業の育成などの問題もあり、未だに解決を見ていない。国際連合薬物犯罪事務所の年次報告書によれば、2018年現在も、アフガニスタン南部のタリバー支配置を中心に、推定26万30、00ヘクタールの面積で、決死の栽培が行われている。 2013年頃からは、消しの栽培に使用する、地下水の組み上げにソーラーパネルによる、太陽光発電と電力式ポンプが使われ始め、現在も普及が進んでいる。これらは、中長期的に見た際、軽油で稼働させるポンプより安価で、利益を増やしやすいため、消しの農業新規参入者と生産量の増加要因になるとともに、この分野の低炭素化が進んでいる。 水力発電が主体となっており、続いて化石燃料と太陽光発電によってエネルギー供給が実現されている。1960年代はヒッピーの聖地として多くの外国人観光客で賑わい、ネパール、インド、パキスタンからアフガニスタンを通りイラン、そしてトルコから欧州へと抜けるヒッピートレールとなっていた。 1977年が観光のピークと言われ、その後の正常不安や長期的な紛争として観光客はまばらとなっている。それでも2016年には年間2万人の外国人観光客が渡航していると言われている。国内には雄大な視線を誇り風光明媚な場所も多く、特にバンで、 アミール国立公園と世界遺産のバーミアン渓谷の文化的景観と古代遺跡群のあるバーミアン周辺や標高3000メートルから7000メートルにある高原のワハーン回廊を訪れる外国人観光客がいる。首都カーブルと南部のカンダハールを結ぶ幹線道路アフガニスタン国内の道路を通行するトラック交通やインフラストラクチャーも度重なる戦乱により破壊され、 またはメインテナンスが行われていなかったために、現在も復興が行われている。なお、多くの先進諸国で見られるような高速道路網はないものの、主要都市間は舗装された幹線道路によって結ばれており、長距離バスによる移動が行われている。かつては、国際列車カイバル鉄道があったが、戦乱で荒廃し普通となっている。現在、 アフガン公共事業庁の監督のもと、ウズベキスタン国境の貨物駅ヘイラタンから、マザーリシャリーフまでの鉄道建設が進んでおり、2011年8月20から21日に開業した。また、首都カブールには1992年当時、トロリーバスが存在したが、現在は存在しない。なお、諸外国との交通は、 上記の長距離バスによって行われているほかカーブル国際空港をハブとした国営航空会社のアリアナアフガン航空や、その他に乗り入れる外国航空会社の定期便で結ばれている。2001年のアフガニスタンの民族アフガニスタンは多民族国家であり、最大の民族はイラン系のパシュトゥーン人で、中部や南部に住み同国では、 支配的な地位にあり、元大統領のハーミド、カルザイア・アシュラフガニーも、パシュトゥン人である。ついで多いのが同じく、イラン系のタジク人で両者で人口の8割弱を占めており、ヘラートやマザーリシャリーフでは、大半が、タジク人であるほか、カブールやガズニーの人口の半数近くを占めており、ブルハーヌッディン・ラッパーニー元大統領が、タジク人である。 三番目に多いのが、イラン系とチュルク系とモンゴル系の血を引く、ハザーラ人で、イスラム教シーア派で中部のハザーラジャートに多く住む。同国では、差別的な扱いを受けてきたため難民として、イランや欧州をはじめとした海外に流出している人も多い。そして、チュルク系のウズベク人、トルクメン人やイラン系のアイマーク人が、主な民族となっている。その他に、 ヌーリスターン人、バローチ人、キルギス人、パシャイ人、パミール人、ワハン人などがいる。民族間の対立はそれほど大きくはなく、アフガン人としての一定の統合されたアイデンティティが形成されてきた。主要民族公用語は、パシュトー語とダリー語が制定されている。パシュトー語は、パシュトゥン人の母語で、歴史的に政治の場において、国家語的地位にある、 中心言語であるが、方言間の差異が大きい。政府の実用言語、国民の間の共通語としてはペルシャ語のアフガン方言であり、ファールシー語とも言われるダリー語の方が主に使われており、アフガニスタンにおける中心言語の地位を担っている。これはアフガン王朝時代から宮廷の言語として使われてきたためでラリーは宮廷の言語という意味である。 ダリー語はタジク語、ペルシャ語とは語彙にいくらかの違いがあるものの意思疎通に何ら問題がなく、かつては単にペルシャ語と呼ばれていた。パシュトゥーン人やタジク人、ハザラ人の多くが、両言語話者、ウズベク人やトルクメン人等のチュルク系民族も母語に、加えて、いずれかの言語を話すことができる。首都カブールは、ダリー語が共通語であり、 パスチューン人もペルシャ語化している人も少なくない。その他、ウズベク語、トルクメン語、バローチー語、アイマク語、ヌーリスターン語、パシャイ語、キルギス語等が話されている。地方言語その他アフガニスタンの民法では、女性に対して16歳での結婚が認められており、児童婚が横行している。この児童婚は同国において、現在も大きな問題となっている。 アフガニスタンの国境であるイスラーム教では、児童婚を禁止されているにもかかわらず、アフガニスタン本土では、早期結婚や児童婚が強制されており、幼妻の監修が未だ根強い状況になっている。同国では、これらの結婚はカブールなどの大都市よりも、外して田舎の地域で行われており、その主な原因は貧困状態が続いていることが、背景にある。また、 国民の大半がイスラム教の道義や人権について知識がないことも原因の一部となっており、これが児童婚にますます白車をかけている。2016年のアフガニスタンにおける児童婚の比率は33%であった。カーブルのアブドゥラフマーンモスクその他にはシーク教徒、ヒンドゥ教徒、キリスト教徒が存在する。 イスラム教から多宗教への改宗には死刑が適用されたが2006年ドイツでキリスト教に改宗した人の死刑判決に対し国際的非難を浴びたことでこの法律は撤廃され現在は不教活動も許されるようになった2006年8月ターリバーンは韓国人のキリスト教宣教師を拉致喚起禁しキリスト教の宣教活動をやめるよう要求した 事件があった。医療アフガニスタンでは厳しい治安情勢が続いている。ターリー・バーンが政権を奪取、掌握してからも、アイソル等の反政府武装勢力が依然として根強い勢力を保っており、国軍、外国軍や警察、政府関係機関をはじめ、国連機関や外交団、外国 NGO 等への攻撃、誘拐等を繰り返していて、現地は、 非常に危険な状況に陥っている。また、武装した犯罪グループによる強盗や、身の白金目的の誘拐事件も多発しており、外国人は、一般犯罪はもとよりテロ、誘拐の標的にされているため、滞在中の外出は、油断を許さない状態となっている。2021年2月の国連の年次報告書によると、 2020年に発生した反政府武装勢力による民間人の誘拐件数は前年比80名増となる1086名に達し、誘拐関連の死傷者数は前年から倍増し113名となっている。傍ら、一部の地域では高い失業率と貧困から犯罪者集団による身の白金目的の誘拐がビジネス化している現状が挙げられ、 主要なターゲットとして、外国人や政府関係者、治安部隊関係者、裕福なビジネスマン、ジャーナリスト、援助関係者、建設作業員等が狙われている。わずかな金額の身の代金目的で、一般の子供が誘拐されるケースも報告されている。日本人の被害事例としては、2005年8月に、南部カンダハール県のパキスタン国境付近で、 日本人旅行者男女二人が殺害された事件を、はじめ、2008年8月に、東部ナンガハール県ジャララバードにおいて、日本人 NGO 職員が誘拐、殺害された事件、2010年4月に、北部クンドゥーズ県において、日本人ジャーナリストが誘拐、監禁され、約5ヶ月後に解放された事件が挙げられている。現在、外務省から、 アフガニスタン全土に対してレベル4が発出されており、渡航しないよう注意が呼びかけられている。アフガニスタン王国時代の1964年に制定された憲法では男女平等が謳われ、その後1970年代の社会主義政権時代はより一層の世俗化を推し進め、女性は洋服を着て教育を受けており、都市部では ヒジャブやスカーフを被る人も少なかった。1978年には、医者の4割が女性、カーブル大学の講師の60%が女性であった。しかし、農村部の世俗化は進まなかったことと、その後の社会主義政権の崩壊とともにムジャヒディーンの勝利を経て1990年代にイスラム主義に回帰。順然たるイスラム国家であった。 タリバン政権時代には女性の人権が著しく制限された。タリバン政権が崩壊した後、カルザイ政権下でアフガニスタンにおける世俗化は一定程度進んだとされるが、2018年時点でも未だに女性の識字率は3割未満である。しかし、現在でもアフガニスタンはイスラーム法及びその強い影響下にある。 世俗法に基づく統治が行われ、イスラム国家としての色彩が強い。そのため、心情の自由などが聖職者の定義するところのイスラーム法に反するものとされ、シャリーヤに基づく廃教罪や冒涜罪によって罪となることがある。欧州での生活中にキリスト教に回収した男性が、これを理由に死刑を宣告された。これに対しては、 西側世界からの批判が起こり、最終的に死刑判決は撤回されたが、男性は亡命を余儀なくされた。また、女性の権利について、クルアーンを根拠に、女性差別を擁護する人々は預言者、ムハンマドの見解を歪曲しているという趣旨の文章を読み、問題提起をしようとした学生に対し、宗教法廷により、冒徳として死刑が宣告された。 これに対しても西側世界は非難しているが、カルザイ政権も今回は、ムスリム保守層の国民から圧力を受け態度を降下させており、上院では、死刑判決を支持する決議が採択された。クルアーンを冒涜したものについては、信仰を問わず、発覚した場合は、即日のシャリーヤになる可能性がある。 ターリバーンにより日常的に行われている公開処刑アフガニスタンの地方では部族の伝統が根強く、例えば貫通を犯した女性がその家族の手で処刑される、いわゆる名誉殺人も行われているという。2014年2月には被告の家族一員の女性だけでなく、女性の弁護士、女医、女の子供など、 女性に区分される人々が裁判の承認として出廷することも禁止する、法改正が行われようとしていると報じられた。ターリバーン政権崩壊後に一度は廃止された完全懲悪主が同政権時代と比較して幾分恩恵化しているものの巡礼、宗教問題省の名で復活。2021年のターリバーンの政権奪還に伴い完全懲悪主が復活した。 第二次、ターリバーン政権では、女性が、テレビに出演でき、街中でもブルカでなくとも、ヒジャブを被れば許されるように変化した。また、女性の歌唱も許されるようになった。小麦で練った、ナーンや、ビリヤニなどが有名。飲料としてはチャイがよく飲まれる。国民の99%が、イスラム教徒であるため、アルコール類の取り扱いが禁じられている。かつては、 飲酒文化が栄えていたという。アフガニスタンは文学の歴史が長い国の一つとして知られる。また、世界的な死やことわざの宝庫としても認知されている。アフガニスタンには多くの貴重な遺跡が残っており、以下の二つがユネスコの世界遺産に登録されている。バーミヤアン渓谷には大仏と多くの壁画が残されていたが、紛争により破壊され続け。 ことに2体の大仏は破壊されつつもたえ立ち続けていたが2001年にターリバーンによって完全に破壊された2020年時点の基本的な祝祭日を以下に述べるこの他にはイスラム歴に基づいた移動祝祭日が存在するクリケットが最も人気のあるスポーツである2018年に 2020方式のクリケットリーグであるアフガニスタンプレミアリーグが開始された。またサッカーやセパタクローなどの人気も高い。ありがとうございます。